Yes. Hey, what's up, guys? Kazuto here again. なんでことを伺いますが、マスターは私から無夫婦なお得情報やドキドキする階段を I know this is a bit late. About this DLC. This is the first DLC of Sora Online Fatal Bullet. But 安心しました。I want to know why I'm recording from the first DLC because there are already many DLC because the Sora Online DLC is like an episode. So if I recording from the new DLC, then I don't know how the story goes. So by the way, enjoy it.忘れちゃった古い隠しダンジョンの情報を教えてくれたじゃないそうそう無夫婦なお得情報なのですなんていきなり手を握ってきたから驚いたわ手強いエネミーだったけどそれに見合うだけのレアアイテムがたくさん手に入ったよありがとな私が隠しダンジョンの情報をあそういえば昨日の服はどこで手に入れたのいつもとイメージが違っててびっくりしちゃった似合ってたけど確かに見たことない色だったわ新しい服を買ってもらったの私昨日は皆さんにお会いしていませんわえでも昨日確かに本当に違うのかアーファシス、何か知らないかI don't knowI think my マスター、皆さん、聞いてください。皆さんは君を見かけたとか、君から情報をもらったというのですが、それは私じゃないのです。本人に身に覚えがないとすると、hmm. もしかしてあれはアファシスのそっくりさんだったのか Maybe, maybe. そんな噂は聞いたことないわ。レイちゃんそっくりのタイプ X ってどういうこと？そういうのがいるかもしれないって話。アファシスマニアのチェリスカが知らないなら可能性は薄いかしら。マニアかどうかはわからないけど、タイプ X の情報にはいつも気を配ってるわよ。もし私の知らないタイプ X がいるとしたら、かなり悔しいわね。チェリスカさん。本当にアファシス好きですよね。そうだ、アファシスって言えば、最近妙な噂を聞いたんだっけ。妙な噂？アファシスがエネミーとしてフィールドに現れるらしいの。タイプ X ではないみたいなんだけど。そんなイベント聞いてな。ああ、いえ、それは確かに妙な話ね。アファシスってサポート AI でしょ？私たちの味方じゃなかったの？設定から考えると可能性はあります。ゆいちゃん何か知ってるの？はいママ、私から簡単にご説明しますね。アファシスさんたちはもともと SBC フリューゲルの技術で生み出されたアンドロイドなんです。フリューゲル？ああ確かにフリューゲル関連のクエストにはアファシスが必要だな。はい、さらにフリューゲルとグロッケンは過去に敵対関係だったという設定があります。ですからアファシスさんたちがエネミーとして登場することに矛盾はありません。本来であれば。何か気になることがあるの？仮にアファシスさんたちのエネミーが登場するクエストがあるとして、今の時点で公式アナウンスがない点が気になります。フリューゲル関連イベントの伏線って可能性もあるんじゃないか。つまりどういうことなのですか？アファシスが敵でエネミーになるということは、私もう皆さんとは仲良くできませんの？大丈夫よレイちゃん、もうずっと昔の話だから、私たちが争う必要はないのよ。今は大丈夫なんですね。ほっとしました。ええ、宇宙に逃げていた人々が地球に戻ってきた頃の話だもの。 SBC グロッケンと同じ頃に SBC フリューゲルという船も戻ってきたんだけど、この2つの船は
もともと違う国から来ていて、折り合いが悪かったの。で、せっかく地球に帰ってきたのに戦争を始めて、結果、フリューゲルは滅びてしまったというわけ。そんな設定があったのか。フリューゲルは高いアンドロイド技術も持っていたんですよ。フリューゲルと共にその技術は失われていましたが、最近ようやく発見され、私たちはアファシスさんと会えるようになったというわけです。そうだったのですか。確かに随分長い間眠ってたような気がいたします。今私たちと一緒にいてくれるアファシスちゃんたちはグロッケンの技術じゃ作れない、フリューゲルの遺産なのよ。つまりアファシスはこの世界での実銃と似たようなものなのね。ええ、もちろんアファシスはレアなだけじゃなく大切なパートナーでもあるんだけど、だからこそ今アファシスがエネミーとして登場していることが不思議なのよね。ええ、さすがツェリスカというか、なんというか設定をよく知ってるんだな。公式サイトに書いてあるわよ。調べたらすぐにわかることだわ。キリト君、ちゃんと読んでないんでしょ。イベントの告知サイトにも書いてあったよ。そこばっかりと言えでしょ。とにかくだ、エネミーとして登場しているアファシスが何かのイベントの伏線だってことは十分にあり得る。私たちが見たレイちゃんに似たアファシスもそれに関係してるのかもね。エネミーアファシスの話はまだ噂止まりだ。今のところ他のプレイヤーよりもリードしてるはず。これを逃す手はないな。早速ゲーマーの血がうずいてるみたいね。うんうん、そうです。こうなったキリト君は止められないからね。よし、早速情報収集だ。二手に分かれよう。そっちの方が効率がいい。私たち三人はさっきの探索でパーティーを組んだままだから、ひとまずそのままでいいんじゃないかしら。じゃあ私たちはあんたとセリスカさん、それにレイちゃんだね。私は新しい情報がないかもう少し調査をしてみます。よし、後で情報交換しよう。レッツゴー。新イベントか。レイちゃんにも関係するイベントみたいだし、この事件私たちの手で解決するわよ。 Yeah, come on。 セリスカさん、 Right now。 あ、ごめんなさい、ちょっと気にかかることがあって。クレハちゃん、先に調査を進めててもらえる？私、少し用事を済ませてから合流するから。はい。もし人手が足りないようなら、イツキも誘ったらどう？彼、イツキね、顔だけは広いでしょ。イツキさんのことそんな風に言うの、セリスカさんくらいですよ。そう？無駄に付き合いが長いからかしらね。じゃ、また何かあったら連絡するわ。バイバイ。セリスカさんの用事って何これ？ま、私たちが考えても仕方ないか。ひとまず、アルファルドに行ってみよっか。イツキさんを誘いに。Okay, let's go to Alpha. Alpha, I don't know. Okay, before we proceed, actually, I've been playing. No, not the story, but I've been playing some. When they, do you know anything? So, every time the Sora Online, this Fatal Blood is got a new DLC.Level cut become bigger. So right now I think I'm on the 185. That's why I remember though. I think that's 185. Now my level is 怪しい NPC が出るという話をメンバーが聞いたそうだ。行ってみる？乗りかかった船だ。僕も付き合うよ。Well, let's go. Let's take it out to the Forgotten Temple. Yeah. The Forgotten Temple. I think I heard the name of it. Oh, yeah. From the... I remember it from the first day Sora Online Fatal Blood came out, and...
I just, you know, like playing on the field and find some, what, a dungeon that cannot be entered. Where should we go? Forgotten Woods. Yeah, it is in Forgotten Woods. So I made it on the extreme, so you know, got some challenge to it. Because in normal, it's still easy. Oh shit, it's been a while since I played. I kind of forgot how to play it. Oh shit. Are you kidding me? 225? Damn you. No. Die already. There you go. It's not that hard. God damn it. Just stay. Don't go anywhere. Oh my god. Alright, let's go. Enemy da! Why don't I'm kinda lost right now because lately because I'm on the college, so I can't play any game. Like this, I mean, I'm not recording it because I have a college. When I'm off recording, recently I play Final Fantasy. I think Final Fantasy is 15, and I'm kind of lost about the control hit, because. When I do this, because in Final Fantasy that when I click a right button, it will block anything. I mean, like, it's not blocking, it's just, what should I say, I don't know, dodge it? Dodge something? Yeah, I've been a bit lost, but now I got it. Oh. Yeah, it's been a while, so I'm sorry if I'm a bit nostalgic. I'm trying to make this one video if I can. If not long enough, if it's too long, I'm going to make the two part of these videos. But if it's not that long, I'm going to make it one part. No, oh shit.
I want to press R, but instead I press F. God damn it. No! Do this, I think. Yeah. I forgot when I attack, I always jump first, and right now I'm not doing it too much. Because it's been a while. It's actually been a long while. About 3 months, but for the recording, I think it's a half year. I've been not recording because. Oh. No! Because of the college. My college. Problem? It's not a problem actually. Just it's busy lately and I can't play. I mean, I can't record anything. And because my car is so far from my home, so I can record it every day. I only can record it when I'm off the college, when there's a holiday or maybe like there's no, yeah, just only on holiday. Oh what? Oh yeah, the locked door here. Oh shit, wrong button. I mean, it's the right button, but it's too fast. But it's too fast. But it's too fast. No! Oh shit. Whoa. Oh wait, who's your target for? I mean, who's your target? Dude, I'm so high. My character is so high. Whoa! I think we need to. So from my last, not my last, I mean, the last video I recorded for Sora Online, my main is, well, it is sword, and my secondary weapon is this sniper. And right now I got this when I, you know, like not doing anything when playing this game, and I find this an SMG, I forgot what's name, and it is so powerful. I mean, like, damn, it's powerful, and the fire rate is so high. Yeah, I like this SMG. And the damage is so high too. Whoa. I'm confused right now. Oh shit. There you go. It is already open. Oh. Okay. I think there's nothing here. What? Hey! 何よこれ? 私にそっくりじゃない? これ?
者なんですけど。これいいですか。はじめまして。もしかして君もニュービー？よかったら一緒に探索しないかい？You're not like a bitch. マスター、大変です。イツキとクレハが二人いますわ。What's going on? こういうゲームって初めてなんですけど、私一生懸命頑張りますから。みんなで力を合わせればどんな強敵にだって立ち向かえる。あの、ご機嫌よ。銃の音にはまだ慣れないけど、でもここなら強くなれると思って。仲間と力を合わせてボスを倒すと最高の気分になるんだ。ダメです、会話が噛み合いませんわ。Oh yeah, but the essay on the floor on mine. 例のエネミーアファシス。I came about three weeks ago. The new. でもなんでレイちゃんじゃなくて私にそっくりなの？ I think Sora on Alicization. 僕は強くなって、君のみんなの役に立ってみせるよ。For you who's not watching it. これはつまり、I mean watch the Sora online. I recommend you watch that. 私も。もっともっと強くなりたいんです。 And for this season, I think Sora Online and Goblin Slayers. 違う、あれは僕なんかじゃない。そうなのですか。 I think Seishun Buta Yaro? Seishun Buta Yaro, I think. ソード系が苦手。それにあの装備、もしかして、Well, I almost watched all of この世界で一番大事なのは仲間を信頼するってことじゃないかな。 I forgot all the name. いつきさん。 Well, calm down. なんでもない。それよりほら、向こうは戦闘態勢に入ったみたいだよ。ではマスター、ご準備を。戦闘開始です。エネミーだ。Okay. Just buffer. Bombing. Well, this thing I still remember. Alright. Good to go. Whoa! Dang. Whoa.Oh, that's hot. Oh no! Oh my god. Oh. I still can get him. Oh shit, that's hot. No! Damn it.There you go, it's key. Come here. Oh my god. Woo! No, Kureha! Well, this is a fight, Kureha. Yatta! Mata da! Kimi tachi ってすごく強いんだね。よし、もう少し修行して出直してくるよ。待て、逃げるな。なんてことだ。はあ、やりにくいエネミーだった。なぜやりにくかったのですか。言ってることや装備が昔の自分と似てて、自分自身と戦ってるみたいで。へえ、僕は全然似ていなかったけど。いつき、どうしました。何か気になることでもあったのですか。別に何もないよ。とにかくあのアファシスは殺さないと。外見だけは僕に似てるし、変な噂でも立てられたら面倒だ。急いで追いかけよう。一刻も早くあれを消し去らないと。ん？ん？Where should I go? Oh. Here.
Oh my. I'm not using a stair. Have this. Enemy da! Haita! Haito desu kure! 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 Just got one enemy left. So many enemies. Oh my. That almost hit me. Nice reflex. I mean, nice luck, I think. Come here.
Yeah, let's go.